日本神奈川県鎌倉市、植木植木は、神奈川県鎌倉市の大技。旧鎌倉郡、植木村。住居表示未実縮域。郵便番号247-0073。鎌倉市北西部1月1日の工事地下によれば、植木屋座食屋と156番3の地点で14万4千円、平方メートルとなっている。古くは玉名は村の一部だったようだが、 元六年間に独立した村となった。五法上氏が支配していた、時期の植木は、玉縄城の城下に位置すること、藤沢鎌倉館を結ぶ王館が、植木内を走っていたこと、龍宝寺など、ご法上氏ゆかりの寺院などがあること、天正年間には大絶を、鋳造可能な鍛冶屋が存在したことなどから、すでに町が形成されていたものと推定されている。 後北条氏滅亡後は一時徳川氏の直轄領を経て、玉縄藩領となる。玉縄藩廃藩後は再び天領となるが、1711年には荒井白石に与えられる。同年来日した朝鮮通信史が鎌倉近辺を訪問した際、村内の龍宝寺が宿舎として使われた。1882年に玉縄小学校が龍宝寺境内に移転する。 1889年に玉縄村と、再び合併新植木は大技になった。御法上氏によって、玉縄城が築城された際に城を防衛するために、多数の樹木を植林したことに由来すると伝わる。植木という地名が現存する史書によって、初めて確認できるのは1589年に、御法上氏が発給した、主印城である。旧石池。 住宅2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。